気ままにダラダラ、ショーチャンネル。おいっす、どうもショーです。お久しぶりのモンスターストライクでございます。で、で、撮影環境が整ったので、ちょっと復活というわけで、今回は、まあ、久しぶりのね、モンスター動画一発目なんだけども、ちょうどね、今来ているこちら、超獣神祭、おなじみやね、こちらのね、ガチャをオーブ95個全部バーしていこうと思います。いやー、狙いはね、もちろんルシファー。今まで獣神祭3、4連敗してんのかな、もう。そろそろ欲しいね。まあ、今画面出ている卑弥呼も欲しいんだけど、いや、なかなか引けないからなー。ああ、これよ。欲しいねー。めっちゃいい顔してるわ。欲しい。じゃあまあ、超獣神祭なんで、まあまあまあ、シングル。とりあえず、オーブ50切るまでは、とりあえずシングルでいこうかな。で、後のことは引いてからちょっと考える。よし。では、もう何回目か忘れたけど。超獣神祭、行ってみましょう。シングル、お願いします。一発目、なんもなし。ほい。どうなんだろうな、星5がな。せめて一発目来てくれれば。はい。え、嘘でしょ、嘘でしょ。信長まさかの星5だけど一発目。信長来る？まあ、最近神化追加されて強くなったけど。マジか。ちょっとこれ運来てるんちゃうの？いいよ。幸先良すぎるよ、今。これ2発目いこう。お願いします。はい。どうかな。じゃあ2個目。誰だこれ、俺見たことがないぞ。キルケ、新キャラかな。ストライクショットが豚か魔法ってどういうこと。賀来さん、多分新しいキャラかな。ごめん、最近ガチャあんま引いてなかったから全然わかんないんだけど。まあまあまあ、でも星4、まあ順当か。まあ新キャラだしいいか。今んところ星5、星4。さあ次。ここ結構重要な気がするな、3回目。行こう。お願いします。引っ張れ。はい。ないか。久しく聞いてないんだけどな、ストライクショット。はい、おなじみ。はい、おなじみ。いや、何回見たろ、このね、顔。憎たらしいね、ここまで来たら。あー、君じゃないんだよな。まあ、今、3分の1当たりだからな。まあまあまあ、まだ、まだまだ、まだいける。行こう。来ない。はい。厳しいか。僕でしたみたいな。いや、ちょっと連続がきついって、ちょっと心折れるって。いやー、もう思うツボよね。このゲームの思うツボよね。引きたくなるんだよな、あの顔を見たら。行こう。お願いします。なし。行け。さあ、ガバッと開いて、その先にはルシファーが。
女の子キャラやけども、そんな明日開脚しへんわ。チャイコフスキー、まあおなじみやね。いやー減ったな、オーブ減ったな。25個もすでに減ったか。早いな、この5分でそんだけ減ったか。かー欲しいな。行こう、今回にかけるよ。もう行け、どうかな。はい、あー君もよく見るね、直江さん。もうこの人もラックそろそろ50超えそうな気がするんやけどな。結構な確率で来るよねこの子。やべえ、手が止まんねえ手が止まんないよ。いけ、これマジでまずいな。星5止まったな。うーん、君な強そうに見えるんだけどな、マチルダだな。君じゃねえんだよな。やばいな、今何体目だ。3456体目、6体目、7体目か、7体目でこれか。うわちょっときついな、今1/7。今回ちょっとやばいね、あんまり引けてる気がしない。わーこれはやるしかない。いきますか。さあそろそろ欲しいよ。ないうまいこといかんな。は？お前かいいいんだけど、ジークフリート。うわーこいつ来るか。星5ですね、アンチワープ。まあ調教ホーミングで神化だったかな、神化だったか分かんないけど、ワンウェイになるよな。でアラジンのような、この敵から攻撃受けたら反射的に攻撃してくれる友情なるんだけども、ちょっと意外な人が来たね。君かい。今まあ持ってないキャラで結構いいのが歌い来てるけど、いやお目当てがね、お目当てがまだ来てないもんでね、ちょっと頼むわ。行こう。はい、ほんとないな。君じゃない、激しく君じゃない。北条来たか。ほんとあれよね、スプリッツァー北条直江さん、あいつらはほんとよく来るよね。あこれね、今のところ9回引いて、うん2体か、2体用あたり。あーでも普通に考えたらこれ十分いいのかな。まあいいはいいんだろうね。よし、さてまああと50個残ってるね。さあどうしよう、さあどうしようかな。多分普通の人だったらシングルガチャ引いてやるんだろうけども、10連来てーなーいつもこれで俺10連行くからダメな気がするよな。どうなんやろ、今回はあえてシングルで行く。じゃあもうどうしようか、シングルホイホイと10回行こうか。そうするか、いつもと違う流れ作ろう。よし行くぜ。はい、なし、来い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 まんじろー、開国スクラッチ。君じゃねえんだな。
引っ張れ。いやポンポン行こう。いつか黒い羽が見えるはず。誰？君誰？カシム。これは一個前のガチャのやつかな。君じゃねえな。はい。今回もなし。ちょっと辛いぞマジで。違うんだな、石田さんじゃないんだな。お願い引っ張れ。うわ、ほんとないな。なかなかなかんもんやな。あー違う。誰？天狗？違うな、君じゃないな。俺黒い羽がいいんだよな。はい頼む。おいでルシファー、おいで。呼んだみたいな。君じゃない、激しく君じゃない。さあさっさと行こう。あかんか、今回もあかんか。うん、ちょっとなんかそれっぽい雰囲気したのにな、馬長さん。もう三国志シリーズは正直もうね、いっぱい引いたから結構いらないんだよな。ラックも中途半端なんだな。さあ来い。お前も呼んでねえよ。やばいな、負のループ入ってるな。あと3回やで。いやー、あの金色に輝く猿だけは引きたくねえんだ。頼む。なし。ほい。お、来たー、ストライクショットからの、この子は地味に欲しかった子なんですけども、ヘラさん、いや、ありなんですね。この子がキラーがつくからね。いや、だけど君じゃない、君じゃないんだ。いやでも贅沢やな、ね、そう考えたら贅沢贅沢。でもあと2回あるから、あと2回行こう。はい、もう一回来ないか。来ない。うわー、どうや、馬長か。君は違う。さあラスト1回、はあ、頼むぞ。ここで見せてくれ、黒い羽。いけ、お願いします。ネトロビーチ、君か。また君なのか。前もこいつ出てなんか締めた気がするな。あー今回も引けず、オープンが足りません。知ってる、全部引いたから知ってる。あーというわけで、計14回か、あ、ちゃうわ、19回かのガチャでしたけども、当たりはまあ織田信長で、ジークフリートでもってヘラ、この3人が当たりだったね。まあ数的には全然いいっちゃいいか。まあ今だってヘラなんか結構連れてくるやつ多いし、まあ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 、確か信長さん神か、今結構覇者の塔とかでも需要があった気がするし、まあありかな。まあ結局本来欲しかったルシファーは引けずでしたけど、まあ納得しよう今回は。よいしょ、じゃあまあ今回はこれぐらいで、終わりたいと思います。
でまたね、モンストの実況、まあまあなんか普通にやるっていうか、まあなんか縛りとか入れてね、今度実況やってみたいと思うので、またご期待ください。では今回はここまで。じゃあまたね。バイバーイ。気ままにダラダラ、ショーチャンネル。